よしだよしだよしだ時刻は4時を回りました。ここからの時間はオフィス吉田グループ提供4時だ吉田お届けします。ナビゲーターは保坂優子です。さあそして本日も吉田秀樹さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、急に真面目に昼間から大きな声出しちゃってお願いします。そして渡辺清美さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか皆さん急に真面目な挨拶になってますね。ね楽しいですね、オーラジは。いやもうちょっとね、いろいろと今企画進行中ですから、番組のね、CM なんかもね、作ってますからね。後でツイッターで公開しようかな。はい、あ、わかりました。気になる方はツイッターチェック、ね。チェックしてね、はい、お願いします。はい、さあじゃあ早速なんですけれども、うん、今日の番組テーマが、はい、ツイッター同時接続クイズ大会、うん、吉田らし争奪戦、はい、ということで。そうなんです。はい。問題をツイッターで出しますから、うん、あ、はいはい、それに、うん、コメントで答えてください。あ、ね、引用リツイートとかやめてくださいね。あ、コメント返したものを生放送中に、はい、うん、クイズの答えとして発表して、はい、面白いものに吉田らしを付与するみたいな。お、しかもこの吉田らしの金額が確か半端ないですよね。そうですよ、はい、いくらでしたか。1000万ですからね。1000万、はい、吉田らし、リアルなお金だったらいいですけどね。わあ、まあまあでもね、1000万吉田らしをこの世界の換算するといくら相当になるんでしたっけ。1000円かな。でもすごくないですか。ねえ、ね、でいきなりこの吉田らしポイントゲットできちゃうということなんで。そうそうそう、ね、いやちょっと楽しみですね。じゃあまずは皆さん、よじだよしだの、うん、公式のツイッターをそうそうそう、まずはちょっと見ていただきたいですよね。う、うん、よじだよしだ、はい、カタカナで検索してもらえればね、はい、出てきますから。はい、よしざらし、キソバの格好をした店長が出てきますからね、はい、アイコンがね。はい、カタカナでよじだ、そして×印とよじだと、よじだよしだですね。そうです。ということで検索いただければと思います。ここにね問題がありますので、それについてまた答えをこれから書いていただくということですね、うん、そう、問題は本番中に出しますから。はい、わ、はい、かりました。ぜひ皆さんツイッターとね連動して見ていただければと思います。さあそして本日は、うん、動物異世界物語の第2話を発表ということで、はい、そうなんです。はい、はい、実はもう、うん、あの特設サイト、うん、こちらに公開してます、はい、第2話、うん、だから第3話3ページ目を作ってもらいたい、はい、こんな感じで、はい、大体100ページぐらいまでいこうかなと。うん、でそれを最後はちゃんと編集して、はい、それまでに絵描いてくれる人を探して、はい、で本にしていこうかと。うわー、まだ長い長い。すごい、100ページですもんね、うん、希望はね。ねえ、うん、まだ2ページ目ということですから。そうそう、ちょっとこの公式のねホームページの方もありますので、うん、この今日のね、番組についてのことも書いてありますが、はい、こちらのその第2話の、内容というのはホームページのところに掲載があるんですよね、うん、そうです、うん、動物異世界物語、はい、かっこ仮、うん、っていうふうにありますから、はい、うん、はい、わかりました。ちなみにここに紹介された人には、はい、そうですね、これ大変なんで、うん、毎回100万吉田らしを差し上げます。おー、はい、すごいじゃないですか、はい、どんどんポイントが溜まってきますね。そうです、これがね、はい、ちょっと保坂さんに第2話発表してもらおうかな。あ、はい、ちょっとお願い、はい、これ読んでください。わかりました。じゃあちょっと第2話ということで、はい、うん、あ、そして原稿は遠谷アキムさん。そうです。おめでとう。おめでとうございます。アキムさん、おめでとう。おめでとうございます。じゃあ早速ですけれども、この動物異世界物語第2話、はい、ちょっとご紹介しますね。はい。まずい。溺れる。僕は無我夢中で海面へともがいた。気がつくと海面にたどり着いていた。あたりを見回すと遠くに陸地が見えた。陸地へ向け僕は一生懸命泳いだ。助かった。無事に陸地へとたどり着いた。しかし、ここで不思議なことが起こる。立ち上がろうとするが、うまく立てないのだ。なぜだ？なぜなんだ？ふと足元を見ると、てんてんてんと。
保坂さんお上手ということですね。もう読み聞かせまで来ちゃう、いやーありがとうございます。秋元、ね、さんいいでしょ。いやいいですね、うん、この後どうなるんだろう。なんかでもやっぱりこういうの面白いですよね。皆さんがこうバトンをつないでどん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 ストーリーを展開していくっていう。へえー、面白い、うん、だからサイトを見てくれれば1話からこう見れるようになってるんで、はい、うん、それを踏まえて次こうなるっていうのをね、はい、自分なりの感じで書いてもらえれば、はいはい、このね次何が起こるっていうこのところまでをこうね、うん、作っていくのが楽しいですよね。そう、何が起こるのかっていうのをちょっと生視点です、はい、予想してもらおうかな。おもうちょっとしたらあらねえ、そう今日実は、うん、リスナーさんに電話しちゃうなんていう企画もあるということで、そうメッセージだけじゃなくて、はい、吉田声聞きたくなっちゃったんですよ。あら、はい、あらあらね、もし今聞いてくださっているリスナーさんとかで、うん、はい、今電話つないでも大丈夫ですよっていう方は、うんうん、オーラジにメッセージいただいて、そう、その時にね、はい、携帯電話の番号を、ねうん、はい、書いていただけ れば大丈夫ということで。そうです、わかりました。お願いします、ね、もしもねちょっとこの番組電話で生出演したいという方いらっしゃったらね、オラジ宛に電話いただければと思います、ね、あ電話じゃないわ電話番号を ね、 電話しちゃうとね、記入していただいて困っちゃった、ね、ラジオで電波に流れないからねそうですよね、はい、じゃあ皆さんそういったメッセージもお待ちしています、うん、よかったらねメッセージください。さあ番組に事前にメッセージもいただいているので、はい、ちょっとご紹介しましょう。ラジオネームパパレンジャーさんです。吉田さん、渡辺さん、保坂さん、こんにちは。放送お疲れ様でございますです先日イオンモール小山にて久しぶりに焼きそばをいただきました。 ありがとうございます。ごちそうさまでした。今日はクイズ大会など楽しい企画があるそうですが、仕事が多忙なため参加できそうにありません。事前メッセージにて失礼しますといただきました。ね、今働いてますからねみんなね。まあそうですよね、まだね平日の夕方4時ですから ね。そうですよね。ねえ、でも嬉しいですね事前に。本当ありがたいです。多分12時台なので、うん、お昼休みにいただいたんじゃないかなって。そうですね、昼休みますね。嬉しいですね。あ、そして今日のメッセージご紹介された方の吉ざらしポイントなんですが、うん、こちらジャッジメントが吉田さんと言いたいところなんですけど、はい、みんなにしましょうか。みんな。うん、ほうほうほう、はい、一斉のせでいきましょうか。絶対これあの分からないやつじゃないですか。分からないやつ。じゃあ一斉のせで。オーラジもやってませんと、あの3つぐらいの曲を同時に流すともうあれもう騒音やってましたっけ。何が何だか分かんないみたいな、うん、やってましたよ。やってましたやってました。やってたかもしれない。あ、やってた、はい、やってましたね。じゃあこれいきましょうか。いきましょうか。何の吉田らしか。せーの、7万ね。7万いくら。4万5万。おじゃあ間取りましょうかみんなね。あ、じゃあそうします。5万。じゃあ5万 で、はい、5万で。はい、パパレンジャーさん5万円すらしい、ありがとうございます。続いてラジオネームチャビーさん、皆さんこんにちは。こんにち は、今日の放送はツイッター同時接続クイズ大会吉ざらし争奪戦だそうですね。いつもは仕事中なので録音して後から聞くのですが、今日は頑張って仕事を終わらせて途中からでも参加したいと思いますと。ありがとうございます。ぜひお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ何ざらしかいきましょう。せーの、5万。あれ、もう言わないからね。3万。あら、もう5万ですねすごい、どこ見てました今遠いところ見てました。考え事してました、はい、生放送中ですから考えてますいろいろね、はい、ありがとうございます。じゃあ5万ざらしということで、はい、ありがとうございます、はい。続いてラジオネームよくできた営業マンさん、ひらめきと実行力の天才吉田さん、マネジメントとサポートの天才渡辺さん、トークとスマイルの天才視覚女子保坂さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日も刺激的な放送ありがとうございます。さて今日の放送は一体どうなるのですか。ワクがムネムネ、ドキが止まりませんクイズもしっかり参加させていただきつつお電話コーナーにも参加させていただきたいな。でも参加できないかもしれません。実は保坂さんと渡辺さんとデートなんです笑い。もしも万が一お電話がつながったら、ああこいつ振られたんだなということをご理解くださいということでなんか怖いんですけど怖いんですけどということで、うん、1日は24時間1年は365日なんて誰が決めたんだとお怒りの吉田さん、ご安心ください。まもなく時代が吉田さんに追いつきます。今日も全力ポジティブな放送を拝聴させていただきます。一つだけ質問、はい、吉田さんはウォーキングかジョギングなさっていますか、もしくはなさっていましたか
年明けだか春先だったからしき人をお見かけしたと思っているんです、いわゆる栃木街道で黒い装束でいいのかなに身を包み汗をにじませ目力の強い男の人を見かけたんです。一度しか見ていませんが私は吉田さんだと信じて疑いません。真実やいかに、吉田に似てる人がいっぱいいます結構ね、はい、あるんですよ。あ、吉田さんがいたって。嘘、似てる人いないですって、うん、いるんですよ。本当ですか。スキンヘッドで目がギョロッとした人、はい、ねえ、じゃあ見間違いということでよろしいですかこれは、はい、あら、じゃあそういった事実はないと、はい、ないですね。事実無根と、うん、いうことですね。もうインドアですから吉田。そうですか。走るの大嫌いよくできたよ牛馬さん、残念。何回かあったかもしれない本当ですか。どの辺か後で教えてください個人的に。ね、栃木街道ですね。栃木街道ね、うん、家の前じゃないですか。あら、あららら、それジョギングじゃなくて普通にただ歩いてるだけ。普通に歩いてるの見つかったかもしれないですね、はい、かもしれないですね、はい、ありがとうございます。はい、そしてラジオネーム体育部長さんです。な、夏だ、ビールだ、ちょっと早い、よじだ吉田の皆様放送お疲れ様です。そうです。今日の放送はメタルキングでも倒さないといけないくらいの超難易度スキルアップできてたら参加します。聞くのは余裕です。何もしないのはつまらないので、よく頑張ります。地獄の挨拶、あ、暑さに負けないで黙って頑張る吉田会長とその仲間、しっかり応援していますよ。だから無理はしないでね。これを朝から、朝かじゃない、上から読むと四字だ吉田になってます。おお、あいうえお作文、あいうえお作文になってます。すごいっすよ、あいうえおが今すごいですね、うん、どうでしょうか。本日もガンガン行ってます、ではではといただきました。二人とも10万わ、来た、10万ざらし、10万あげちゃおうね。おめでとうございます。いいよね。はい、いいですね、はい、ありがとうございます。はい、ということで事前にもねメッセージもいただいていますが、うん、はい、あとラジオネームトイアキムさんからはねちょっとリクエストもいただいているのでちょっとね、はい、後日というかこの後探せたら。皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。先日は木そばごちそうさまでした。いや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 、私のアナウンスを聞くことができた皆様ラッキーです。うん、動物異世界物語カッコ仮第2話採用ありがとうございます。はい、ありがとうございます。第3話もうすでに考えていますので皆様の参考になるよう公式ホームページから投稿したいと思いますすごいですね、うん、そして曲のリクエストを、ね、いただいていまして、明日6月15日が栃木県民の日ということで、すが公立高校が休みになりません笑い、そこで私がリクエストする曲はこちらですということで、栃木県民の歌ダカーポの曲よろしくお願いしますといただきました。 あるんですね。うん、ありますねこの歌ね。そう、もし探せたら。そうですね、ちょっと、ね、はい、行ってみましょう。ありがとうございます。栃木県民の日に対する思い出とかはないんですか吉田さんは。いや、まさに、うん、なんで学校休みにならないのってねえ思ってた。私自分群馬出身なんですけど、うん、群馬県どうやら休みだったらしいんですね。休みになるよね。うん、うん、でもあんまり意識してなかったんですけど、うん、部活かなんかやってたの。もう何も覚えてないですよ本当にどう過ごしてたかとかも全然覚えてないんですけど、ただでも栃木県の方は、うん、あれですよね、今ほらルリちゃんゼリーとかいちごのゼリーが給食で出るじゃないですか、うん、6月15日に。そうなの。今30年ぐらい前からそうなんですってよ。うん、30年前も学生じゃないから。あー、ごめんね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 。はい、じゃあワインゼリーですよ吉田の時代は。ワインゼリー、あ、美味しいですよねワインゼリー。美味しいでしょ。美味しい美味しい、大好き私。ワインゼリー出ました。出ましたよ群馬でも出てました。ミルメイクは、ミルメイクも出てましたよ。そうか、よかった、出てた、話が通じて。出てます出てますね。え、渡辺さん起きてます。起きてますよ起きた、大丈夫。ここ渡辺さんですよね、ここにいるの。そうですよ、渡辺さんですよ。あのなんか渡辺さんによく似た人形とかじゃないですよ、ね、ですよ今日はなんかロボット連れてきましたみたいな、はい、そういう。今ね違うこと考えてますから。いや、ちゃんと話を聞いてました本当ですか。そうなんだって。あ、はい、そうなんだ。でもあれだよね、昔の好きだもんね、はい、昔の好きですよ。昔のあのアンティーク系好きなんで、うん、おう、アンティークの、雑貨屋さんでね、はい、はい、今喫茶店とかね。そうなんかあの古いフォントが好き。あ、古いフォン？フォント？文字の字体？あ、なんか昭和のフォント売ってますよね。おお、そうなんですね。なんか今日渡辺さんと目が合わないのは気のせいですか？本当ですか？焦点が合ってない。本当ですか？大丈夫ですか？なんか本当にね、ちょっと言い訳じゃないんですけど、木そば号の日曜日のイオンモールが本当半端なかったんですよ。あ、人がたくさんいらっしゃったんですか？本当に久々にちょっとね。
体に応えた、ね、体がね、うん、戻ってないよね、反動がね、感動があって、反動、反動が来た、反動が、こんな状態です。そうなんですね、わかりました、はい、さあじゃあ、うん、ねちょっとこのリスナーさんと電話しちゃうっていう企画もありますので、そうちょっとねまあリスナーさんの一覧というか、うん、皆さん会員番号をお持ちでいらっしゃるので、はい、このね中にいろいろと皆さんラジオネームとか書いてありますが、ちょっとその中で、うん、ねお一人気になる方もいらっしゃるので、そうなんですよ、はい、ちょっとね一人ね1回しかね、うん、はい、1回しか投稿しなかったのに1位をいきなり出ちゃったっていうね、はい、うん、そうですよね、1位になっちゃった人をちょっとね、はい、電話しちゃおうかと思ってます、はい、はい、ちょっと1位になっちゃった人で皆さんね、うん、きっともうどなたかは分かる方はいるかなと思いますが、はい、アキラパイセンですね、うん、はい、ちょっとね今電話をかけてみているので、はい、まあ、繋がったらちょっとアキラパイセンと生電話っていう形でお届けしちゃいましょうか、こんなねいきなり無茶振りする人いないでしょ、すいません本当ごめんなさいねえ、いやすごいですよ本当、生放送ですから ね、うん、本人も知らないっていうね突然さっき知ったっていうねそうですよね、びっくりしちゃいますよね突然ね、いやーでもアキラパイセン突然1位でしたから ね獲得ポイント、パイセンで81万1000点でしょ、うん、ねえ、はい、でもあれですよね、先週そうか、うん、いろはの M さんが、うん、川柳で100万ざらし獲得したので、そうそうそう、今のところ2位なんですね、アキラパイセン、そう、この順位ももうほとんど当てにならなくなりますから、うん、クイズ大会でどん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 上がっていくクイズよくあるじゃないですか、はいはいはい、ね、最初上限10万だったのにね、うん、もうすでに1000万じゃん今日で、どうなることやら、うん、確かにそうか、1000万もいっちゃうんですよね、でも総額ですよ、総額、総額か、そうですよ、あ、そうなんですね、うん、私1位の人とかがまた1000万ざらしもらうんだと思ってました、総額です、あ、そういうことでしたか、全部でねできれば5問できるんで、はい、200万、うんうん、わかりました、じゃあちょっと電話つながったようなので早速呼んでみましょう、アキラパイセン、はい、どうもアキラパイセンです、元気、パイセン、よアキラパイセン、こんにちは。あ、こんにちは。どうも、穂坂さんですか。あ、穂坂です。あ、こんにちは。こんにちは。今、はい、どちらですか、アキラパイセン。今、会社の駐車場です。ごめんね。本当無茶ぶりだね、吉田ね。ねえ。いえいえ。はい。せっかくなんで、このアキラパイセンとはどんな方なのか、ちょっと自己紹介いただいていいですか。あ、僕ですか。はい。はい、わかりました。僕はですね、下疲れブランド会議という、はい、栃木市の市民団体で活動している中で、うん、僕は下疲れインフルエンサーとして活動してます。はい、うん、下疲れインフルエンサー。そうです。下疲れインフルエンサー。そしてですね、うん、あと栃木市に今年で67周年を迎える、うん、金福ストアという、はい、下疲れを一年中手作りするお店があるんですね。うんうんうん、はい。そちらの応援宣伝部長もやってます。へー、応援宣伝部長。はい、これの、はい、勝手にですね。あ、そうなんですね。え、じゃあ結構金福ストアさんの方にはいらっしゃるんですか。はい、そうです。今日も行ってきました。あ、そうなんだ。でね、はい、一回も会えないの。パイセンに。そうなんですよね。いつもすれ違い。今日も行ったんですよ。ほら、はい、金福さん行ったの。そうなんですか。パイセンいなくて、そうみたいです。すみません。なかなかね、そう、金福ストア、私もまだ行ったことはないんですけれども、結構いろんなものが売ってるんですよね。そうですね。CD も売ってますね。CD 売ってるんですか？お惣菜屋さんなんですけど、CD とかも売ってたりしてます。はい。そうなんですか？この下疲れインフルエンサーになろうと思ったきっかけはあるんですか？アキラパイセンは。このコロナ禍になって、うん、先ほど言いました金福ストアさんが、うんうん、ちょっと経営が、厳しくなったっていうのがあって、うん、それを発信してるうちにですね、うん、金福ストアを応援してるうちに下疲れブランド会議の代表から下疲れインフルエンサーやって発信してもらえないということで始めました。へえ、そうなんですね。はい、私ラジオネームというかこのラジオネームというかね、このアキラパイセンっていう名前がすごく私、気になっていて、うん、わー、ありがとうございます。そう、このパイセンっていうのは、うん、どんな意味が込められてるんですか？はい、ね、まあ、うん、簡単に言えば先輩ですよね。まあ、そうですよね。そうですよね。ブランド会議代表の青柳の、はい、青柳さんの僕一応先輩に当たってて、はい、小学校中学校高校一緒なんですけども、はい、それでちょっと彼がちょっと
パイセンという言葉を使ったフレーズでちょっとコメントをしてきたことがあって、うん、それちょっと気に入っちゃったっていうのがあるんですよね。そうなんですね。そうなんですよ。いいですよね。なんかパイセンって響きがなんかやっぱ懐かしいし、うんうんね、なんかいいですよね。そうそうそう、耳に残りますよね。残る残る。そう、はい、あと私あのアキラパイセンの SNS とかも拝見してますけど、うん、あ、ありがとうございます。小指折ったてみたいな、うん、あれなんで、そう、あれなんでなんですか、理由は。あれはただ、うん、適当に始めたのがなんかもうなんだかんだで3年目になりなあ、すごい、うん、はい、それがあのなぜか金服ストアで小指を立てて写真を撮ろうっていう、はい、このトレードマークになり、なるほど、はい、すごい。で僕と会うとどうしても皆さん小指立てて挨拶してきたりしますね今すごいですね、はい、影響力がすごい、ねね、ありがとうございます、ね、やっぱ続けるっていうのは大事ですよね。そうなんですよ、続ける、はい、ねえ、うん、でもアキラパイセン、この吉ざらしポイントがなんと80万ですよね。そう、あ、なんかそうらしいですね、81万1000です。そうそうそう、溜まってますけれども、はい、ご存知でした。第なんか一回メッセージしたときに、はい、大量にいただいてしまって、なんか、リスナーの方に申し訳ないなと思いました。いやいやいや、ね、これからもお願いしますよ。ねえ、はい、レアキャラとして。そうですよね。レアキャラ。ぜひ、ねえ、ありがとうございます。ね、はい、いえいえ、はい、ぜひまたこれからもね、ご出演いただければと思いますので。そうですね、はい、はい、時間を見つけてメッセージもしたいと思いますんで。はい。ありがとうございます。はい、今度 YouTube 一緒にやりましょうね。お、はい、やります。はい、お願いします。ありがとうございます。アキラセン、アキラパイセンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、失礼します。はい、ということで、はい、リスナーさんに生電話と、ねえ、はい、こんなんでいいんすか、すいませんね、声聞けるとちょっと安心しますね。でもなんか声ってやっぱりすごいなと思います。うん、やっぱりなんだろう、急に近くなるっていうか、うん、こうね、お会いできなかった方だとしても、なんか電話で一緒に時間を過ごしただけでも、ね、なんかあったなっていう感じしますよね。段階があって、うん、最初は文字のやり取りで、はいはい、声のやり取りで、うん、その後会うっていうと、うん、もう会った時には多分もうお友達になれるよね。確かにね、うん、いやすごいですね、アキラパイセン。いや、なんとなくパイセンはそれは先輩だなとは思ってはいたんですけどもね、うん、けどなんかそういう理由もあったのかとか、愛着があっていいですよね。そう、なんかパイセンって感じでね、ね、うん、ちょっとやっぱ青春時代を思い出しますもんね。そうそうそう、パイセンって ね、いや、先輩だとちょっとね、こう、うん、雲の上の人なんですけど、パイセンって言うと近い人って感じになるじゃないですか。ですよね、うん、親しみがね込められますよね。そうそう、まさにアキラパイセン、まさにうってつけですね。うわー、ありがとうございます、うん、ね、あの金服ストアの宣伝応援部長もやられてるということなので、うんうん、はい、ね、じゃあ4時だ、吉田もお願いします。そうですね、ぜひ、ありがとうございました。さあ、じゃあこのあたりで一曲お届けしましょうかね、うん、はい、今日のリクエストはオール吉田さんのセレクションですかね。そうなんです。はい、はい、ハゲつながりで、え、怒られちゃいますね怒られちゃうじゃあ曲紹介、じゃあ曲紹介されますか。はい、はい、じゃあ曲紹介お願いします。爆風スランプで大きな玉ねぎの下で。した曲は爆風スランプ、大きな玉ねぎの下ででした。時刻は4時28分回っています。この時間はオフィス吉田グループ提供、吉田吉田お届けしています。引き続き吉田秀樹さんと渡辺清美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイッター同時接続クイズ大会、1000万吉田らしい争奪戦、始まりました。はい、始まりました。始まりました。始まったんですけど、はい、今いきなり始まって早々トラブルがあって、お、準備投稿してたやつが、はい、全部消えました。これ何時間かで困りましたね。困りましたね。困りましたね。ちょっと今渡辺の方で、はい、必死にテキスト落ちますから。本当、そしたらじゃああれじゃないですか、はい、渡辺さんの方で原稿をほら写真で撮ってで、はい、アップすればいいんじゃないですか。はい、そうですね、そうしましょうか。打つの早いですから大丈夫ですよ。あ、本当ですか。じゃあ、すごい、はい、第1問から、はい、でルール説明しましょうか。はい、はい、お願いします。
合計1000万ですからね、はい、で5問最大用意してますけど、うん、1問につき、まあ、面白い答えがいいんですよね、うんうんうん、問題出したら、はい、まともな答えじゃなくて、はい、吉田なんで、はい、楽しい答え待ってます。おー、じゃあ正解はまあないってことですね。正解なんかないですよ、うんうん、人生に正解はないですから。おお、名言出ました、もう全て正解なんですよ、はい、ね、間違いはだからないんですよ、うん、ということで、はい、ね、自由に返事をしていただければと思います。はい、じゃあ穂坂さん第1問お願いできますか。はい、第1問、小山市には小さな自慢が山ほどあります。あなたにも小さな自慢が山ほどあります。どんな自慢？うん、はい、ということです。うん、ということです。はい、行きます。はい、もう来ました。渡辺さん、え、なになに、手早い、もう打った、もう打った、あ、本当だ、これね、これあの、この間の穂坂さんの言葉を借りたんだからね、はい、あ、手が早いね。もうなんか、はい、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます。だここの今ツイートしたコメント、ここに対して、うん、コメントでお答えいただくということですね。そうです、わかりました。どんな自慢か、これでもあのスインキングタイムがないと皆さん結構、もうだからもう感じじゃないですか、かっけのように返してもらわないとね。うわお、かっけーかっけー、はい、ちなみに穂坂さん、うん、どんな自慢ありますか？自慢、うん、自慢ね、自慢って言われると、うん、なんか難しいですね。じゃあサソリを食べたことがあります。それ牛蔵さんじゃん。本当ですか？本当です。え、本当に？本当に食えるんですか？あれ食用のサソリがあるんですよ。マジで？マジです。え、それあのちゃん揚げか、揚げて食べるから素揚げみたいなやつですかね。それ罰ゲームかなんかで？あー、ネタですかね。ネタでいただいたことがある。いや、穂坂さん何でもやるんだね。ねえ、今日本番が始まる前にいろいろみんなにいじられて、はい、いやーねー、やっちゃうんすもんね、本当にすげえわと思って。いやいやいや、なんかみんな引いてましたよね、仲間ちゃん。いや、そんなことないですよ。引いてるなと思いましたけどね。小塚さんの、はい、あの対策が普通ですから。え、そうなの、うん、あれがもう、私はすぐ一人で死にに行くタイプなんで。そう、もうすぐ死んじゃうタイプ、ね、すぐ死んじゃうタイプなんで、ね、もう信じ切ってもうすごい、ね、行っちゃうタイプなんで、はい、いやじゃあ皆さん何か自慢ってありますか？自慢って言われて、ね、吉田さんは？いや、もう自慢なんかないっすよ。そのいや、あのあれですよ、吉田は小山の自慢、はい、てか小山をね、うどんのそばの町にしたいんですよ。はいはい、ね、小山といえばみたいなね、うん、小さな自慢がいっぱいありますって今小山のキャッチコピーじゃないですか、うん、これを吉田は変えたい、うん、小山市の皆さんごめんなさい。あ、もう小さくないぞと、そう、大きいぞと、大きい自慢を作りたいよね。確かにそうですね、はい、ね、お、もう来ました、来ましたね。はい、じゃあトイヤキムさん、もう私読んでいいですか？はい、はい、トイヤキムさんからの回答、冷やしのきそばが約90秒で完食できる。こちらが自慢ということで。いやいやいや、すごいですね。素晴らしいですね。90秒、90秒で食えちゃうんですね。でもなんかもうちょっと楽しみたいとか。っていうかもうとないかな。アキムさんね、もう、はい、キソバのネタばっかりでありがたいんですけどね。お、すごい。これジャッジというかは、これ合計だから、うん、今何万ざらしては言わないんですか？これはもう言わないです。後で、後で発表しますから。わかりました。面白い答えいっぱいお願いします。続いて、さとみさんも。ありがとうございます。ね、うん、年齢の割には走れる。走れそう。え、走れそう。さとみさん、いくつ、おいくつなんでしょうね。さとみさん、先輩ですから。あら、さとみパイセンって作りました。パイセン。そうなんですね。そうそう、年齢の割には走れるの後に、テニスボールのマークがありますね。相当走るでしょ、うん、あのテニスって。うん、確かに。運動量半端ないですよね。半端ないですよね。うん、いやー、すごい、ありがとうございます。すごい、はい、いや、なんかすごいですね、この連動企画って、うん、ね、本当に今聞いてくださってる方がここに書き込んでるんですもんね。そうそうそう、わ、そして隣で渡辺さん必死に手を動かしてます。確かに、なんかもうごめんね、全部用意したんですよ、コピペして。うん、なのに消えてるの。うわー、ありますよね、そういう時ね。ちょっと真っ白になりましたよ。わかりました、本番前にチェックしとけってね。ごめんなさい、怒られちゃう。ありがとうございます、はい、ね、どうします、5問ありますから、うん、もうちょっとしたら次2問とかいっちゃいますか？渡辺さんが準備でき次第。うんうん、そうですね、はい、はい、問題には、お、すげえすげえ、早い、やっぱ手早いね、できましたね、手早いね、いや、手早いね、だって、はい、もうちょっとバナー作ってって言うともう 2,30 分で出来上がってるんですもん。バナーが 2,30 分、むちゃぶ。今日なんてね、朝ね、岩下の新生姜の社長にメッセージ送りたいから、はい、って言ったら5分だね、5分でね、作っちゃったの。すごい、
すっげーと思って。本当にすごいですよね。で栃木に行くまで の、うん、あの道路で全部張ってね、はい、作業して、でそのまま届けちゃったよね。すごいですね、はいはい、できました。じゃ あ、 あ素晴らしい。第2問お願いします。第2問いきましょう。第2問、会員ナンバー1番はテニスラブさん。テニスラブさんといえばテニス、うん、ではテニスはラブオールからスタートし、1点取るといきなり15点、2点取るとさらに15点、3点取ると今度は10点。なんでと。なんで本当に分かんないんですよ、これ。そうそう、私本当に分からないんですけど。どうして分かんない。え、なんで、うん、なんで ?1 点取るといきなり15点。ねえ、いきなりだって1階から2階に上がったら15階になったらおかしくないですか。確かにね。2点取るとさらに15点、うん、3点取ると今度は10点。そう、15ラーブ、13ラーブ、14ラーブ、ね、はいはい、でゲームが終わっちゃうじゃないですか。確かにね。たった4点なんですよ、うん、けどこれは、うん、あの答えを答えるんじゃなくって、うん、なんでだろうっていうのをちょっとボケるんですよね。ボケてほしい。こう厳しいですねこれね、うん、で最後テニスラブさんにまともに答えてほしいもうそこまで加味して考えてらっしゃるんですね、うん、そうそう。これねもうなんか正直あれですよね、問題関係なくボケるしかないですよね、うん、もうでテニスラブさんが知らんって言ったらどうする、そしたらもうウィキペディアさんに聞くしかないですよね。そうですよ。 Google 先生とかにちょっとお願いするしかないですよね。最初に調べろってあのね吉田ね、はいはい、僕はですよ、うん、一応こういう仕事専門でやってるんですよ、はい、検索のマーケティングやってるわけじゃないですか、うんうんうん、なのに検索が下手、はい、私も検索苦手です。やばくないですか、ね、うん、まあね、ね、検索難しいですよね。難しいね。あのエゴサーチってできないんですよツイッターで。ああ、それよくわからないですけどやらないですね、うん、やらないでしょ、うんうん、だからどういうふうに検索って使うんですか渡辺さん。あ、今一生懸命やってるから第3問、あ、もうコメント来ましたね。来ましたか。りょうたのどんさん、ゲームの点数係が子供で間違えたからいいないいですね。そういうの待ってた。いいですね。そうか、それで採用しちゃったんだね。じゃあそのルール作ったのお母さんですかね。そういうことですね、うん、間違えちゃったんだね。りょうたのどんさんですね。はい、りょうたのどんさんありがとうございます。りょうたのどんさんからね、あれメッセージもいただいてたと思ったんですよね、うん、ラジオネームりょうたのどんさんから、先日の木曽馬号で太宰治に負けないイケメン吉田様と美人の有能秘書渡辺様にお会いできて嬉しかったですすごいですよ。すごいじゃないですか。もうね、保坂さんどうか胃腸を大切に。ありがとうございます。今日のツイッター同時接続クイズ、子供たちの喧嘩を仲裁しながら参加します、頑張りますといただきました。もう嬉しいですね、お子さんたち見ながら今一生懸命参加くださって嬉しい、ね、あ、与太郎さん業務連絡ですけれどもね、ぜひスタジオの方に、うん、当選したものを取りに来てください、はい、先週のね、あのね、はい、あの木そば食べに来てくれて、はいはい、お子さんがね、うん、お人形さん見たかった。ほんと可愛かった。そうなんですか、うん、あの吉田編出者じゃないですからね、うん、本当に可愛かったです、うん、いいですねお子さんたちね、うん、じゃあ今もお子さんたちと一緒に聞いてくださってるんですね、はい、ありがとうございます。りょうたのどんさんは何ざらしにしますか。メッセージもいただいてるので、メッセージはもう、うん、そうですね、10万ざらしかな。10万ざらし、10万あげちゃう。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、じゃあ、まあ、皆さんの回答が揃うまでちょっとメッセージもいただいてるんでご紹介しましょう、うん、はい、ラジオネームあきらパイセン、吉田会長渡辺さんいるよね。いるよ保坂さん先ほどは生電話ありがとうございました、ぜひ機会がありましたら生出演よろしくお願いいたします。かなりの調整が必要な時間帯ですけどね、では失礼いたしますこの4時という時間ですよ ね、 ねえ、あ、ちょうど勤務に行く手前ですからね、無理やり時間空けてもらいました、ね、え、ありがとうございます。アキラパイセン、ありがとうございました。今日は何ざらしですか。パイセンでじゃあ、うん、81,100。おお、だいぶそれ縛りなんですねそれ縛りです。それ縛りで、はい、分かりました、ありがとうございます。続いてラジオネームシューシューさん、吉田さん渡辺さん保坂さんこんにち は、 こんにちは。会員ナンバー14のものです。先週あたりから皆さんのポイントがどんどん上がっていくので指を加えてみていますよし、今日はクイズ頑張りますよ。頑張ってください。また木そば食べに行きたいな、ではではといただきました。ありがとうございま す、 います。嬉しいですね、来てくれたんすよね、ちょっと言ってください
ねえ、ね、まあ忙しくて声かけられないかごめんなさいね。うんうんうん、ねえ、じゃあ来てくれたんじゃ10万。お、10万。今日はいいですね。今日は甘い。大盤振る舞い、大盤振る舞いだ、ね。ありがとうございます。はい、ね、そして皆さんあの続々と今回答もいただいていて、うん、どうしますかね。問題1の回答とかも来てるのでご紹介していきましょうか。続いてじゃあその問題1ですね、うん、1に対して小さな自慢が山ほどありますがあなたの自慢はということで、髪取り隊のよくできた営業マンさんが眼球が茶色いのでお茶目と言われますとか、食べ残しなどありえないので食材を無駄にすることはありません。おそうなんですよね、綺麗に食べてくれんですよ、すごい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。お茶目なんですね、お茶目では、ね、お茶目あとは朗読いろはさんからは、どこでも眠れる美容院のシャンプーの中でも、うん、歯医者の治療中でもベッドに行かず座椅子で寝ちゃうのが悩みと。いいな、すげえな、ね、いいですね、うん、どこでも寝られるって、重要ですよね、重要、うん、肝が座ってるってことですよ、すごい、少し ね全然無理。あ、そうなんですね、うん、枕が変わると眠れない。ああ、そうなんですか、うん、へえ、私結構寝られるかもしれない。お、うん、適応力高いですねありがとうございます、はい、それからつくもずらこさんはパンクをした自転車でも10キロ走ることができる。うわ、これいじめだねド M ですかこれね、ちょっとね、うん、かなり辛いですよね、足が辛い、もう普通に歩った方がいいんじゃないって感じですよね。辛いですよね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、 あとね、他にもあれかな、行きたいところなら車の運転頑張りますとかもありますが、このあたりは皆さんのつぶやきかな、うん、学園長ですかねとか、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでまたもう問題2の方も回答が続々と来てますね。問題2は、そうか、テニスがなぜね、1点取るごとに15点なのかということですが、体育部長さんからは、テニスラブ、愛がゼロから始まり試合が進むごとに愛が深まる、ダメだまとまらない仕事しますといただきますありがとうございます。そして上取り台のよくできた営業マンさんは、点数の計算など気にせず、とにかく打つべし打つべし打つべしということに集中させるためと。なるほど、いただきましたね。KKさんはやっと問題にたどり着けたということで、最初にルールを決めた人がたくさん点を取ったように見せるため15の倍数にしたと考えてますね。うん、トイアキムさんも吉田の皆さんがルールを作成したためと。おみんなすごい、いいっすね。ねえ、いろはの M さん、人生細かいことなど気にするなということを教えるため、いいっすね。ねえ、これ本当にみんないい、ねえ、いやこれみんな問題今さっき知ったんでしょ、うん、そう、すごいですね。ねえ、すごいですよね。上北社さんは、人生暗転することもあるんだよということを学ぶためと。いただきましたね。じゃああれですか、第3問を発表したら、うん、歌いきますね。そうですね、そうしましょう。はい、皆さんありがとうございます、はい、では続いて第3問です。小山市の名産品は、有機紬、小山和牛、かんぴょう、ハト麦、おとんなどありますが、いまいちパッとしません、笑いと、宇都宮といえば餃子、佐野といえばラーメン、小山もちゃんとしたキャッチコピーが欲しいと思いませんか。さあ問題、これからの新名物、小山といえば何という問題。小山の木そば以外でお願いしますね。おお、もうそれ言われちゃった、言ってますから、言われちゃいましたね、はい、それ以外でお願いします。それ以外ということですよ、皆さん。小山といえば、はい、ね、何という、でもこれボケるんですよね。いや、もうボケてください。ボケるんですよね。いや、真面目でもいいですよ。うん、わかりました、はい、じゃあ皆さんぜひね、思いついた方いらっしゃったら、はい、吉田の公式ツイッターの方にコメント欄で、うん、回答ください。ではここでですね、先ほどトイアキムさんからリクエストありました、はい、明日が栃木県民の日ということなので、うん、この歌をお届けしたいと思います、はい、ダカーポで栃木県民の歌。お送りした曲はラジオネームトーヤーキムさんからのリクエスト、ダカーポで栃木県民の歌でした。時刻は4時46分回っています。この時間はオフィス吉田グループ提供、4時台吉田お届けしています。引き続き吉田さんと渡辺さんです。お願いします。お願いします。お願いします。さあ今はツイッター連動企画クイズ大会をお届けしています。さて第3問の問題をね、うん、記入しました。2問の里美さんの返事が、はいはい、考えたことなかったし慌てて調べたけど分かりません
いいねこれ最高です。もうなんか本当にあの実際考えてくださった結果ですよね。諸説いろいろあるんですね。ああそうなんだ。やっぱ正解はないのかもしれない。そうですね、このあたりもちょっと気になっちゃいますね。もうありがとうございます。調べてくれて分かりませんと答え待ってました実は。確かにテニスラブさんなかなかちょっと難しいですね、うん、ありがとうございます。じゃあ3問の回答もね揃っていますのでご紹介しましょうか、うん、はい、よくできた営業マンさんからは小山といえば小山リモ。バレちゃうでしょって。小山リモ、小山リモ、小山リモ、小山リモちょっと ね広めていきたいんですよ。小山リモで検索したら画像とか出てきますかね。いやあれね、はい、今渡辺さんがキャラ作ってくれてる最中なんで、はい、そうなんですね。そうなんです、じゃあちょっと楽しみですね。わかりました、はい、つくもずらこさんはそれじゃあボケないで小山と言ったらフーニャ&ムムニャー一択でしょう。いやー素晴らしい、いただきました。そうなんですよ、ね、吉田の願望としてはね、はい、このフーニャムムニャに小山リモを持ってってもらいたい、うん、あらー、じゃあもうこれ2つ合体した感じですね。いけちゃうかもしれませんよ、はい、素晴らしい。どうなんでしょう。ありがとうございますね。でも本当皆さんこうやって今ツイッターでなんかすごい時代ですね、うん、そういいでしょ。なんか昔はだってハガキとかで1週間後とかに回答してたラジオが今メッセージにもなり、さらに今ツイッターで連動するっていうこのすごいですね。超ラジの方でね、はい、あの端末とファックスでね、いろいろバーって来てくれるけど、はい、ツイッターだとね今ねみんな見れるじゃないですか。確かに確かに、そうか、みんな見られるっていうのがあるのか。まあいいかなと、うん、そうですね、しばらくこれで試してみたいなって不定期でね、うんうん、ズームだとタイムラグあるじゃないですか。そうですね、うん、確かに、ね、でね、さとみさんからも宇都宮と佐野の間ということで、うん、ライス、餃子ライス、ラーメンライス。いい、すごいですね。いい、だって栃木結構お米取れるもんね、小、うん、山もね、うんうんうん、ライス、ライス、ライス、ラーメンライス、ラーメンライス。でも私個人的にはその小籠包が好きなんですけど、うん、餃子がね宇都宮だったら小籠包ダメと思って、あ、なんかねちょっとかぶっちゃうかな、うん、まあ、ダメか。吉田のあれですよ、はい、チャーハン、うん、がいいなと思って、チャーハン、チャーハンの街って最初思ってたんですよ、はいはいはい、やっぱりねチャーハンライス、そっかそっか、でもそっか、餃子に餃子とラーメンと、あ、確かにそういうのありかもしれないですね、で栃木県で全部でそれが揃うみたいな、で農家がいちごだからラーメンにいちごぶち込んでいちごラーメンとかね。すごいです、何でもね。あ、そういうことですか。そうそう、あ、でもありかも、チャーハンもいちごチャーハンできちゃうしね。そう、へえ、面白いかもしれない。ありがとうございます。あとメッセージもいただいていました、はい、ラジオネームつくもずらこさんからも、吉田会長、スーパー有能秘書の渡辺さん、そして保坂さん、本日もこんにゃくは、こんにゃくは、動物異世界物語第3話の物語はこんなキャラが登場するのはいかがでしょうか。ネギダックダックのネギダック、空にも飛べるので遠くにでもこのキャラは飛んでいけますよ。ではツイッター企画も参加しますよ。短いけど以上しっけいと。ネギダック、いいね、ネギダック、うん、アヒルね、そうそうそう、いいいい、ネギ背負ってるんですかね、うん、ネギ背負ってそれとカモになっちゃうのかな。ねえ、はい、いやすごいいいですね。つくまずらこさん、何ざらしでしょうか。たまには10万。10万、今日は大盤振る舞いですから。ありがとうございます。そしてKKさんからね、いただいていました。梅雨にも負けず湿度にも負けない3人様、こんにちは。こんにちは。ツイッター同時接続の理解ができず、ラジカセをつけてスマホを片手に持ち聞く気満々です。これで設定合ってますか。デジタル関係弱くてすいませんといただきました。ねえ、まあ、最初はそんなもんすよね。いやー確かに、うん、なかなかツイッターをねやっていないとっていうことですもんね。あ、そっか、もういちご入りのラーメンはあるんですね。あるんすか。すげえ、もうちょっと先越されました ね。じゃあいちご入りのチャーハンにしましょう。いちご入りのチャーハン、はい、意外とうまいかもしれないですね。あ、チャーハンもあるんだ。あるんだ。もう全部あるってカレーもあるしね。困ったね。ありがとうございます、ね、ケイケイさんありがとうございました。またね改めて出演もいただければと思います。はい、何ざらしですかケイケイさん。10万。みんなありがとうございます。たくさんね、今日メッセージくれた人みんな10万。お、もう最後全部10万に、いつも10万になっちゃうね。一律10万になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、10万、はい、10万、10万、あ、パイセンだけ8万1100で、はい。
わかりました。アメとムチね、アメとムチね、はい、あと他のお方もねまた回答いただいて、小山と両田のどんさん、小山といえばパン屋さんとラーメン屋さんが美味しいところがたくさんある、 そして小山は小麦の産地ということでね、うん、いただきました。そうなんだよね。あとトイアキムさんは神社、コウノトリ、思い川、うん、これで神鳥谷3つ合わせて人との矢ということで、うん、思い川。なんかやっぱり小山はいっぱい自慢があるんですね、うん、そうですね。だからすごい町なんですね小山って。本当そう思いますよ。一つに絞れないんだ、うん、あ、情報記者さんが人、お人間、ちょっと思わず拍手しちゃったね。いいね。でも本当にいい人に囲まれてますよね、なんかね、皆さん温かいですよね、うん、うん、それは本当に思います、はい、ここに来てね、大きな自慢がたくさんあります。あ、大きな自慢がたくさんあります。大山になっちゃうじゃないですか。大山、確かに、ねえ、いやー、ありがとうございました。初めてのこのツイッター連動企画というのをやってみましたけれども、私もちょっとねツイッターまだ不慣れなので、うん、なかなかちょっとねどうなるのかと思いましたけれども、はい、なんとかツイッターいいですよ。ツイッターは絶対見直されてね、今すごくなると思いますから。そうですか、ね、ありがとうございます。じゃあこの中で皆さんこの回答いただいた方を、はい、合計1000万ざらし山分けということですね。そういうことです。はい、そのポイントがじゃあホームページの方の会員証に入ってくると。入ってきます。いうことですね。楽しみに。わかりました、ありがとうございます。はい、皆さん同時企画ありがとうございました。はい、ということでそろそろねお別れの時間となりましたが、うん、この番組、番組のね YouTube もあります。またそれからねホームページありますので、ぜひ皆さん見てみてください。次回また来週火曜日夕方4時からの放送です。4時だ4時だ、お届けしました吉田秀樹さん、そして渡辺清美さんでした。ありがとうございました。すげえ。では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